はい、どうも、タクタクです。やっていきましょう。ヒモロイの歌。前回ね、ここでお化け出まして、ちょっと逃げ切れなかったんですけど、これ下に行けばいいってことなのかな。お化け。とりあえずね、キーボードでやることにした。コントローラーなんか使えないんで。はぁー、はえーって、これでいいのかな。もう終わり。はぁ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 、怖かった。今さっきの何？変な夢でも見てるの私。早くここから出よう。これができなかったというね。こんな簡単な逃げが。あ、もうマウス操作はね、慣れてないせいか。出ちゃっていいのかな？あの二人は、本当に出ますかみたいな。開かない！変な声出ちゃった。まさかこんなところで王道が来るとは。王道の閉じ込められゲー。嘘。なんでさっきまで開いていたはずなのに。まさか、あの二人のいたずら？とりあえず、アツシの携帯に電話かけてみる。鳴ってる？呼んでるね。シャル、どうした？あ、アツシ、あんた学校のドアの鍵閉めた？は？んなことできるわけないだろ。だいたい学校の鍵って内側からかけるやつだろ。でも、学校の扉が開かないの。今どこ？どこって学校の中だよ。っていうか、出れない？どういうことだ？とりあえず、どこかで、落ち合って。で、電波が、もう！どうしよう。二人を探そう。でも二階にあの化け物もいるんだよ。それに、なんだか変な感じ。さっきまで虫の鳴き声がうるさかったのに、今はシンとしてて。まるで別の世界に来たみたい。自分がついてる。怖がってちゃ何もできない。どっちがいいかな。怖がってちゃ何もできないでしょ。そうだよね。うん、怖がってるだけじゃダメだ。二人を探しに行こう、エイジ。二人を探しながら玄関の鍵を探そう。そうだ、職員室とかに鍵があるかもしれないよ。おお、さっきのお化けなんだか見たことがあるような気がする。というか私はあの人を知っている。なんだろう、この違和感。あの人、昔は人だった。ここかな、職員室。お、教室や。あ、助けてって書いてるよ。こういうの関係ある。何かのプリントが置かれている。読みますか。はい。この学校には魔物が住んでいる。その魔物がみんなおかしくしてる。私には何もできない。ごめんなさい。見捨てるつもりなんてなかった。でも次のターゲットにされるのは嫌。許して。許して、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 許して。あ、なんか、増えた。え？何？なんて書いてる？殺してやるって書いてるのか。ちょっと暗くて読みにくかった。セーブをまた分けてしまった。他には？血塗られてるな、この、学校というか教室全体が。中に何も入っていない。出ましょう。職員室って1階のなんかこの辺にあるような。いや違うか、大体どこだっけ、奥の方。ここもやっぱ調べるべきだよね。クールって書いてる。もう落書きされてんの。なんかなんて書いてる、これ読めない、暗くて。ダメだ。あ、ゴミって書いてる。エッチ。中に竹ほうきが入っていた。持っていこう。なんで、エッチ。ちょっとたまに暗くて読めない字があるわ。パソコンの明るさを変えたら見えるかもしれないけど。トイレだね、ここ絶対ね。うわ。血が。こっちは女子トイレだったみたい。男子トイレは入ってっかな。ダメだ、調べられない。あとはにこっち側から上に上がっていく作戦だな。あ、ここは校長室。あ、やっぱり鍵かかっている。ここじゃない、職員室じゃ。来た。うわ、荒らされてんな。
上は、ロッカーの中には何も入っていない。怪しいところ。各教室の鍵を保管する金庫だ。ダイヤル式のロックに鍵穴がついている。開けるには、あかんないな。特に手応えがない。鍵もないとダメってこと？なんかヒントが多分どっかに書かれている系かな。あ、三学年主任小玉と書いてある。竹中。そのままになってることなんてある？っていう、マジレスというか、突っ込みそうなことを突っ込んでみるという。なんかこういうとこっぽいんだよな。ないよね。ダメだ。ちょっとこのマウス操作が慣れてない。あ、それこそこれか。あ、違う。三つ井は通っていない。なんか、ここじゃないのかな、じゃあ。とか、空いてる教室のところにヒントが。あ、津田さん。え、これ関係あんの？津田さんと、竹中さん、小玉さん。お、棚の中から日記帳が出てきた。読みましょう。日記帳を開いた。実に不愉快だ。吉川はこの学校に来て間もないというのに、いつも出しゃばってくる。あのニヤニヤとした顔は気に食わない。新しい先生のことかな。前にいた、夏はちょっと、揺すっただけで反抗して来なくなったが、あいつはそうはいかなかった。あー、なるほど。前の学校の生徒の前か。あのクソガキ、吉川を味方につけて調子に乗っているんだ。いい教師ぶりやがって。あ、やっぱ教師だな。見とるよ。俺に逆らったことを後悔させてやる。嫌な事情を見てしまった。嫌だな。え、本当に何か関係ある感じ？なんだろう、三人しか今日もうないの。上に行ってみるか。じゃあ上行けるのかな。上はやめておこう的なメッセージ出るかな。あ、行ける。もういないの。あ、いない。保健室。お、行き入れる。何ここ。パソコン室。パソコン盗み放題じゃん、こんな置いてたら。赤黒いシミがついた紙切れが落ちている。生徒指導室の日々。はあ。エロ版。後輩騙して裸取ったった。わらわらわら。顔にモザイクがかかった裸の女性が映っている。下品。なんで電気は通ってんの。そういう生徒いますよね。でもね、実際それで揉めるんでしょ、どうせ。さっきどっから出てきたっけ、お化け。あ、まだいる、まだいる。やめとこ。入れるかな。ん？したらなんで、あ、違う、ん？したらなんで昨日練習来なかったの。バナナマンの人だ。違うけど。あ、そっか。ユニフォームなかったら練習できないもんな。あははは。つか、お前、この間の期末、10番内だったって、調子乗ってんじゃねえの？まぐれまぐれ。こいつが勉強できるわけねえじゃん。松本とか、ん？かよ？わかんないわ。と、遊んでたぜ、こいつら。だよな、松本はビッチだし、これなんて読むんだ、これは。は、不良だし、お前、つるむやつ考えたら。今度の練習試合俺とだろ。なあ、分かってるよな。調子こいた真似したらマジすから、これ殺すじゃない、これからな。入れる。そんなえぐい会話。学級日誌を手に入れた。学級日誌、大事なものか。あ、ちゃんとこういうの見た方がいいよね。学級日誌見てみる。
はい、開いて読んでみた。取り留めのない学級連絡事項だ。最後のページを見てみた。この学校での最後の日にこんなことを書いて すみません。掃除中に理科室の鍵をなくしてしまいました。あら。屋上で掃除していた時はあったので、多分屋上でなくしたんだと思います。ということは屋上に行けば理科室が開けられるようになるよと。はあ。襲われる。いうことですね。屋上に行けば。屋上に行って、このほうきがあるのもきっと屋上で掃除をすれば、なんかよく見たらこれ目に見えないか。屋上もいるかな？俺が怪しいと思うランキング1位はここですね。ここに、アイテム、大事なもの、竹ぼうきを使うと、このほうきの部分を取れば棒として使えそうだ。おっと、あ、取りましょうか。じゃあ竹の棒。そっか、俺の予想は当たりませんでした。でもここしかないよ、ここしか。ここだ。ここのどこかに多分、あれ屋上、この屋上のこれ何なんだろう。貯水槽っていうことなのかな。苔生えちゃってるけど、ね、あ、ないわ。あ、ここか。あ、違う。あれ？こういうとこ？こういうとこ？これか？これかな？意外とない。理科室の鍵。うわ、ここか。どこ？勘だけでなんとかなるものじゃないってことなの？屋上って言ってたよね、でもね。これ光ってくれてればいいんだけどなぁ。いけないか。この辺だと思っちゃうね、だってね。ないなぁ。ちょっと一回諦めるか。他になんか、必要なフラグが。リポナミン D。カルノビ。ああ、リポナミン D 飲んじゃったけど。あ、待って。これ水汲むんじゃね？ここで。リポナミン、カルノビ。今使っても仕方がない。鍵あるフラグだと思ったけどな、これは。じゃあどこに行くんだろう。この教室入れる？あ、入れた。まあ、全教室で一回回るか。で、いちいち調べ、あー！ひどい匂いのするカバンだ。中見ようか。覗いてみよう。ペーパーナイフ。なんだろう。どんな匂いがしたんだろう。ペーパーナイフは？大事なもの。ペーパーナイフ。今使っても仕方がない。まあ、確かに用途もわかんないからな。なんか切る。いや、ペーパーナイフってなんか切るもんじゃないんだよね。手紙を開けるときに使うもんだもんね。なんかある。ゴミ？違うわ。ここなんもない教室。ここセーブして、トイレ入った方がいいのかな。いちいち、あ、でさ、行ってやったわけ。あんたほんと空気読めないよねって。あはは、わかるわかる。あいつマジ空気読めないよね。つか、ちょっと男受けいいくらいで調子乗りすぎじゃない？この間も一組の設楽と、こう、なんて呼ぶんだろう、とかといたじゃん、あいつ。ああ、そうそう、そのことなんだけど、あゆみ、あいつ、伊丹先輩に呼び出されてたよ。やばくない？これやばくない？これ。うわ、やばいわ、こう。誰かいるの？声、聞こえたよね。聞こえた。嫌なこと思い出しちゃった。え、なんかあったの当時。排水溝に何かが詰まっている。取ってみますか。はい。錆びたハサミ、これ気になるけど。ダメか。何があったんだ、チカル。うわ、血便かもしれない。やめろ、汚いな、もう。やめなさい。ここなんだ。
音楽室。ということは、あとは、これ3階の逆サイドって調べたんだっけ、これ。あれ、これ幽霊、あ、ここが3階か。今もうカミカミだし、声もカスカスになってきてるし。怖くかな。あ、いた。こう調べよう。何かのメモだ。理科準備室に気をつけて、あ、わかりました。なんかいるってことだ、多分。理科準備室に気をつけてというメッセージだけ。これ読まないでいくと、即死コースだったかもしれない。こっちは、理科室か。ここのあれが欲しいんだよな、鍵が。鍵の手がかりが、もう少し必要なのかな。でもなんかもう屋上にしか鍵がないイメージというか。ここ入ったっけ？はい、あ、あれ？違う。横入ったな。いい加減その反抗的な顔はやめろって言ってんだよ。あ？なんだその目は。親も一度も参観日に来ない、学力もない、部活もしてない。みんな迷惑してるんだよ。お前学校にいるとな。あ？なんだ口答えか？クソガキが舐めた口聞いてんじゃねえぞ、おらー！これ何？大丈夫これ。生活指導してるじゃないこれ。あ、なんかヒビがどうとかって言ってたよね。壁に大きなヒビが入っている。何か光ってる。お、取ろう。指が届かない。何か鋭いものか細いものが必要だ。ペーパーナイフを、はい。中で光っていたもの、校長室の鍵！校長。これ誰があんなひどいこと言うんだろうな。参観日に親が来ないなんて、うちでもそうだったけどな。共働きの家はそうだよね。しょうがないよね。そう、かわいそうに。しょうがないよね。みんながみんな来れると思うなよって感じですよ。もう小女子の鍵を開けた。はい。これなんだろう。これは？何もないな。本棚だ。奥に何か入っている。お、取ろう。手帳だ。開いて読んでみた。最近、校内でいじめが横行していると、学年主任の津田から聞いた。すぐに対処を取るためにアンケートを実施する運びだ。これ本当に意味あるんですけどね、アンケートなんて。アンケートを実施したが、いじめの報告がほとんどないようだった。取り越し苦労か。ほとんどだからちょっとあったんじゃないの。しかし津田にも困ったものだ。学校の鍵を管理する金庫のロックナンバーをまさか自分の誕生日で設定しているとは。危機感がないにも程がある。注意しなければ。あいつの誕生日いつだ。津田。近頃町の北側にある廃屋に生徒が出入りしているという。お、北側にある廃屋。噂がある。集会で注意しよう。校長ってあんまり計算高くないのかな。それ言ったら余計にみたいな。ちょっと行ってみようぜ、校長の言ってた廃屋みたいな。なるよ。どうするかな。職員室行って、あ、なあ、松本、本当にこの進路でいいのか。まあいいんだけどな。推薦じゃないから学力で行こうっていうのはわかる。だが、無難に、松来商業高校がいいんじゃないか。それにそこに行っても結局実家に帰ってくるんだろう。なら地元に進学した方がいいと思うぞ。うるさい。あんたたちには私のことなんて何もわからない。松本千春。ううん、エイジ、何でもない。この名前ステータスとかで見れるのかな。あ、わかんないな。松本千春なんでしょうね、多分ね。松山じゃなくてよかったよね。果てしない。やめとけやめとけ、音痴なんだからお前。津田、こいつですよ。もう津田のせ、なんか置いてある。お、期限抜けた。あ、あ、来た。これでわかるわ。誕生日書いてま、あ、誕生日は書いてないけど、運転免許証の更新日っていうのは期限が誕生日の1ヶ月後までなんですよ。なので、それから分かる可能性が。誕生日書いてた？あ、書いてるわ。あ、書いてる。
大丈夫お前。運転免許証持ってる？キーの携帯、運転免許証。今使っても仕方が。あ、あれ？ちょっと待って。書いてた、もしかしても。誕生日、クリスマスイブらしい。わあ、これは残念なパターンだね、イブは。プレゼントを一括りにされてしまうっていうやつだ。かわいそうだな、津田。12月。ちょっと待って。これクリスマスと関係ないからさ。もう、いつがイブだか忘れちゃったっていうアピールはやめておこう。12月24日。カチリと気持ちのいい音がした。ということで、開いているんでしょう。鍵穴がついた。あー！鍵穴がついている。ついているということは、鍵がないから開かないっていうことですね。問題の鍵はどこだ？鍵。もうちょっと調べれば出てくるのかな。こだま。いいえ。これなんか、あれか？あ、違う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 。アイテムの中、大事なものの中の、これは違うんだよね。屋上も気になるし、まあ違うんだよな。で、鍵がない。もっと細かく調べなきゃダメなのかな。わかんねえや。はい、といったところでじゃあ今回は一旦終わりましょう。ちょっと、理科室の鍵ぐらいはちょっとまた屋上で探索してなんとか見つけておきたいと思います。なんか探索足りない気がするんだよね。はい。多分理科室行けばまた、ここの鍵とかもあるかもしれない。はい、というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた続きを次回よろしくね。ではまた。